皆さんこんにちは、高崎みのるのファイントーク。メインパーソナリティを務めます声優ポケモンカード YouTuber の高崎みのるです。そして皆さんこんにちは、東北を中心に活動している声優舞台俳優の兵藤奏太です。この番組は私高崎と兵藤がファインなトークをお送りする番組です。よろしくお願いします。お願いします。最近ですね、宮城の方に帰省しまして、はいはい、久しぶりに自分の部屋に入って何かないかなと漁っていたら、ゲームボーイアドバンスというゲーム機が出てきましてね。懐かしい、はい、皆さん知ってますかね、ゲームボーイ。ゲームボーイアドバンス、はい、僕がやったのは SP っていう充電できる方の、あ、1個新しい方、はい、新しい方ですね、新しいといってもみんなから見たらもうだいぶ前ですけどね。まあ、はい、でちょっと久しぶりにやってみようかなと。で充電してゲームボーイをつけるんですけども、こうカセットをうまく読み取らないんですよ。あらあら。でカセットやカセットの差し込み口かな、そこに息を吹き込んであげたりとか、綿棒で汚れ拭き取ってあげたりね懐かしいね、はい、多分今の子たちこれやらないんじゃないかなと。まああれ本当は良くないんだよね。あれ良くないらしいんですよね。ね。でもなんか入るんじゃないかなっていう。まあなんか読み込むよね。はい。で久しぶりに電源つけてやったゲームがポケモンの、エメラルドという、なんと今から19年前の作品ですね。そんな前か。でも未だに人気のゲームなんですよ、本当に。そうだね。でも僕も久しぶりに開いた今まで遊んできた仲間たちと一緒に久しぶりの再会を果たして、うん、はいはい、わあ懐かしいなーってもう気がついたのを日が暮れるまでずっとやってましたもんいいな。京都さん何かゲームなどやってたりしますか？最近ね、はい、桃鉄ってわかる？あの桃太郎電鉄っていう、はい、鉄道のスゴロクみたいなゲームありますね。そう、あれの何年やるっていうのが決まってるんだけど、はい、12ヶ月が、まあ、1年、1年ですね。そう、でその100年っていう選択肢があって、めちゃくちゃ長いですね。その100年をなんか発売日に買って割とすぐに100年を始めて、はい、でなんかちょっと大勝ちしててこれ以上進むと怖いと思ってそこからストップしてて、で2年越しぐらいに最近データを、はい、更新してもう一回やり始めたらそこへ止まってて、あ、はい、これちょっとなんとか100年ちゃんとやろうと思ってようやく100年終わらせました。おお、ちなみに何年で止まってたんですか？33年。1ヶ月2年くらい前に33年までやって、はい、勝ちすぎてこれ以上なんか負けるの怖くて進めなくてでも最終的に100年まで終わったんですけど、はい、分かる人には分かるかもしれないですけど、27兆5964億6610万円で見事1位で勝ちました。細かいなでも急にそれがゼロになるのが桃鉄のも面白いところですよね。ゼロで済めばいいけどマイナスになるからね。はい、いやでも久しぶりにこういうゲーム談義をね、この後前半トークでもやっていきますので、皆さんこのままラジオを聞いていただければなと思います。それでは高崎みのるのファイントークスタートです。この曲懐かしいな、高校の時の学園祭でギター弾いたんだよな。へえ、バンドなんかやってたんだ、初耳。まあね、今度同期の結婚式で何か歌ってって言われてるんだ、その時ギター弾いてよ。無理無理、バンドやってたのはもう10年以上も前の話だから。ギターも今じゃ家のオブジェになってるし、練習しても間に合わないよ。いいや、今からでも遅くないよ。え？ウィンズ音楽教室ならその人のレベルや目的に合わせたマンツーマンレッスンで丁寧に指導してくれるし、仕事帰りや休日に合わせてレッスンを組んだり、オンラインのリモートレッスンも OK なんだよ。間に合うかも。聞く側から聞かせる側へ、見る側から見せる側へ、無料体験レッスンもやってるよ。ウィンズ音楽教室で検索。改めまして高崎みのるのファイントークよろしくお願いします。お願いします。先ほどオープニングトークでゲームのお話をしたんですけども、子供の頃は無限にゲームをできていたのに、大人になってからゲームをやる時間がなかなか取れず、買ったはいいものの結局ほとんどやってないっていうゲームが結構あります。やばいわ、はい、わかる。中でも僕ポケモンなんですよおー、まあまあ時間かかるね、はい、いやあんたポケモンカードを動画投稿者でちょっと思うかもしれないんですけど、実は意外とやってないんですね。これがポケモンはかかるよ時間。はい、だから今ポケモンの新カードの情報とか出るたびに砂の毛皮、とどろく月、何そのポケモンみたいな、まあね結構知らないことが出たりしますね。確かにその辺は難しいね。はい、
ですので、ちょっとそれはまずいなと思って、現在のポケモンの最新作スカーレット・バイオレットをプレイして、この間やったゲームクリアのポケモンでいうところの殿堂入りをするとこまで進めたんですけども、おいや最近のゲームって綺麗なんですね本当に。そりゃそうよ、映像はクリアだしキャラの表情とかも動いてね、ね、うん、劇中 BGM は神秘的なものから王道系のものまで、そして今作ねシナリオがまたすごくいいんですよ。そうだ、ね、一応ポケモン本家っていうか、まあ、そのゲーム自体は3分以外はいろいろ全部やってるんですけども、今回のシナリオが群を抜いて一番良かったですね。ネタバレになっちゃうからね、はい、こればかり実際にプレイしてみてくださいと。そして今作のポケモンはオープンワールドといって、今までのポケモンだとねシナリオ通りに進めていって、各地のジムリーダーと呼ばれるボスキャラクターをね倒してジムバッジを手に入れてゲームクリアまで持っていくよっていうのが恒例だったんですけども、今作どこから行ってもいいっていうので、そのラスボス付近のとこまでいきなり最初から行ってもいいですし、まあ、本来の3回目に行く場所をもう最初から行ったりしてもいいですからね、まあ、そもそもねそのジムバトル以外にもこう遊べるこう、うん、選択肢があったんだよね。はい、ありましたね。確か兵頭さん本来7人目のジムリーダーに結構早めに行ってコテンパンにされたっていう話を聞いたんですけど、コテンパンされてない、されてない、されてんでしたっけ。コテンパンにしたしたんすか。うん、なんかたどり着くまでになんかやけに強い野生ポケモンだなと思って倒してったらこっちが強くなって、なんか本当は最後から2番目のジムリーダーを2番目に倒した、ね、そう。その後もう他のジムリーダーなんてもうぬるゲーみたいなもんじゃないですか。そう、他みんな弱くてちょっと悲しかったこうギリギリで、あ、やった勝ったっていうのを味わいたい人だから、はい、あまあまあ仕方ない、こっちが強くなりすぎたってまた俺なんかやっちゃいましたとやっちゃったではね、最近のポケモンのそういう楽しみ方もできますし、最近だと追加コンテンツといって通常のポケモン本家のゲームに新たなシナリオが追加されて遊べますよっていうのものもありますので、皆さんのこれを機に遊んでみてはいかがでしょうか。ポケモン、はい、京都さんはなんかゲームなどやってますか。ね、太鼓の達人にハマってた時期がある、はい、ゲームセンターで有名なやつですよね。そう、ゲーセンのあれもだし、あと家のやつ、家庭用、はい、どっちも。なんか初めはゲーセンで叩く方のあれにハマってたんですけど、あれなんか途中で気づいたんですけど、これ音ゲーだけど体力ゲーだって、何プレイもやると疲れますもんね。めちゃくちゃ腕疲れるし、なんかこうちゃんと自分では分かってるのにもう疲れて叩けない、うん、体力ゲーじゃんってなって頭では分かってるのにっていう。だからすっごい好きなのにもうちょっと体力なさすぎてできなくて、うん、で、ある時友達の家で家庭用の太鼓の達人コントローラーとかで、ありますね、プレイするやつをやって、お、これならいけるじゃん、楽しいと思っていたんですけど、PSP を手に入れる機会があって、はい、あ、やっと PSP でも太鼓の達人あるから、じゃ あ、ね、買ってやろうと思って買ったらもうめちゃくちゃハマってもうずっとやってたんですよ、はい、そしたら親指の第一関節の皮むけて、痛いやつだ。でもなんかねボタンを押すたびにもう痛い痛いってなって一時期ちょっと痛いからもうボタン押せませんみたいになってそれぐらいハマってたんですけど、はい、ある日夢を見て、はい、なんか夢の中でも PSP で太鼓の達人をやってて、どんだけやりたいんですかでそれでやってたらその親指のその第一関節からなんか指ポロッともげて、え、あーもげちゃったって、まあ、夢だからね、まあ、夢ですからね皆さん。これでその謎空間だからそこ母がいて、はい、で、あ、ちょっと、ね、なんか指もげちゃったんだけどって言ったら、それはねもうね屋根にね投げればいいよって言われて意味わかんないんだけど夢の中だからそっかって言って自分の親指を屋根にポイって投げたっていうところで目が覚めました。夢でよかったですね本当に、ね、そんな思い出です。はい、ありがとうございました。それではここで1曲目に入りたいと思います。バンプオブチキンでカルマ。お送りした曲はバンプオブチキンでカルマでした。改めまして高崎みなのファイントークよろしくお願いします。お願いします。この間の9月の9日10日に開催されたチャンピオンズリーグ横浜2024という3000人規模の大会に参加してきました。お、カードゲーム、はい、お、そもそもチャンピオンズリーグは何っていう人もいると思いますのでちょっと解説します。チャンピオンズリーグとは毎年4回から5回ほど開かれる大型大会です。
毎回全国各地からたくさんの方が参加して、あまりの多さに抽選が行われており、いけるかいけないかと多くのプレイヤーがまずこの抽選が受かるか受からないかと祈っています。ちなみに僕は去年の愛知にも参加して、それまでかなりの回数落ち続けていたんですけども、今回スルッと受かりました。いや、あれだよね、抽選はもう本当にランダムなんだもんね。はい、でいくら応募しても受からなかった、はい、けど去年、そう、去年受かって、いやもうこれはあとまた2年ぐらい受かんねえだろうなと思ったら受かりました。今回も受かった。はい。おお、危険じゃない？やったぜと思って、もうめちゃくちゃ練習しましたよ。カード。はい。おお。そんなCL 横浜、大人は2日制となっておりまして、Day 1、Day 2とあるんですけども、うん、Day 1が予選9回戦を行って、その中で3回負けたら強制ドロップでそれ以上戦うことが許されませんという大会になっております。はいはい。でその残り9戦の中で2敗以下に収めることができた、つまりまあ7勝2敗でデイ1を終わらせないとその次の日に進むことができません。あ、予選クリアの条件が7、はい、7勝2敗。おお。でその後デイ2では5回戦って、1日目と2日目の合計戦績の中で上位16名が本戦トーナメントに進むことができます。うん。だから例えばデイ1では8勝1敗、デイ2では2勝3敗で終わりましたよってなった場合は総合10勝4敗ですっていう風になりますね。なるほど。はい。でその中で上位16名が本戦トーナメントに出場し、そこからトーナメントで勝ち上がった上位4名が来年の8月あたりに行われる世界大会の出場権がもらえます。おお。はい。で前置きが長くなりましたが、僕の戦績はX で知ってる人もいると思うんですけども、はいはい、Day 1 4勝3敗です、はい。4勝3敗、4勝3敗なので Day 1で落ちました。9回戦うのか、9戦戦って7回戦目で落ちましたね。でもなんかいいんじゃないのその結果って。実際4勝3敗なので一応勝ち越してはいるんですよ。だよね。勝ち越してはいるんですけども、正直言うとDay 2に行くのを目的として頑張っていたので、まあ高望みだったのかなと。いやでもDay 2はだってもともと難しいわけで、はい、でも半分以上勝ってるから、結果として良かったんじゃないのと思うけど。そうですね、一応結果としては1600人中411位なので一応半分以上ではありますね。おお、そうだよね、すごいよね。はい。でもまあ行きたい気持ちはわかるよ。はい。いいんじゃない。いや本当に悔しいっすよ、本当に。4勝3敗、はい。なんかいい感じに1回勝って1回負けてみたいな、なんかそういう接戦みたいな感じ。今回ですね、なんと僕1戦目勝ち、2戦目勝ち、3戦目勝ち、4戦目勝ちと4連勝してたんですよ。あ、今日俺の時代来たなと思って、でお昼休憩挟んで4戦目入ったんですけども、うん、でその4戦目も勝ったもんですから、おっとこれは高崎さん今日は勝てる日来ちゃーと思って、これ下手したらもう全勝とかしてね、X の報告で Day 1全勝しましたとかって言ったらたくさんいいねもらえるんじゃないかなと完全に浮かれてましたね欲が丸出し。いや、やっぱ動画投稿者ってすごいんだなーって普段の動画のプレイングお粗末なのになんで勝てるんだよって言われるかもしれんなとそこまで考えてたんだね。はい。で 5戦目、はい、5戦目6戦目7戦目で3連敗かまして、あ、そうか、そこが連敗になるのか。そこ連敗したんですよね。4連勝からの3連敗うわ悔しい。しかも負け方もだいぶひどかったんですよね。そんな、はい、5戦目はちゃんとその負け筋っていうか、その頑張ってケアしようと思えばケアできるとこ間違って負けてしまって、なんかミスみたいな、はい、うん、6戦目に関しては完全にミスを犯して、その本来出すべきものを出さなかったみたいな。もう引きずってるよね多分、はい、その1回負けたこと、1回負けた時すごい引きずっちゃってだよね、だから多分3回連続で負けた、はい、引きずっちゃった、引きずりましたね完全に。ちょっと欲が出ちゃったな。いや神様って見てるんだなと、ね、もうちょっと無欲だったらよかったのかな。はい。なんでこんなに勝てるんだろうなって自分で自分が情けなくなりましたよ。で結局いいねはどれぐらい来たんですか。いいねはだいたい30件ほど来ました。それはいい方、いい方ではあるんですけども、もっと欲しかった。いやだってこれ優勝したら多分100とか200とかザラでしたよ絶対あーもう欲がね、はい、いや悔しかった本当にマジで。でも本当にもうそれで、はい、初日終わり、初日終わりでもうデイ2に行くことはできませんっていうふうになりました。また次回、はい、応募から頑張ってねみたいな、はい、優先権も取れなかったので、デイ2に進むとその次の大会の優先権がもらえるんですよ。へえ。だからそれも欲しかったんですよね。あら
それも手に 入らなかったってのがもうなるほどね。本番に弱かったのか、はい、欲を出しすぎたのか多分どっちもですね。特に欲出しすぎたのが一番いけなかったですね。ああじゃあまあね、はい、次回からはちゃんと神社で神様にお祈りして今度から謙虚な気持ちで行くのでできれば感想だけはさせてくださいとえでも今度神頼みすんでしょ。はい、神頼みします。さらに欲出てないいや結構もう本末転倒なのかなこれ。もだって今回やってないんでしょ。今回やってなかったんですよ。欲強くなってるよ、はい、いいのどうしたらいいんでしょうね僕本当に。まあ全部やればいいんじゃない。全部やってもうダメだったらダメだったで割り切りましょう。それでまた頑張る。はい、いいじゃん。まあ、次回は京都12月の24に行われるので、あ今年、はい、まあ受かるかは分かりませんが、まあ受かったらまあ世界目指そうと思ってます。まずは抽選、はい、受かってくれ頼む神様と、まあ、こればっかりはね、はい、もう祈るしかないので優先権取れなかった僕が悪いです。頑張って。はい、それではここで2曲目をお送りします。リズミックトイワールドでチャンピオンロード。お送りした曲はリズミックトイワールドでチャンピオンロードでした。今度の歓迎会超憂鬱。どうしたの？全員カラオケ1曲歌わないといけないんだよね。何を歌うか決めてるの？私実は人前で話すのも苦手だからカラオケなんかほとんど行ったことないの。じゃあいつも歌ってる得意な曲なんてないってこと？うん、もう歓迎会欠席しようかな。いいや、今からでも遅くないよ。え？ウィンズ音楽教室ならその人のレベルや目的に合わせたマンツーマンレッスンで丁寧に指導してくれるし、仕事帰りや休日に合わせてレッスンを組んだり、オンラインのリモートレッスンも OK なんだよ。間に合うかも。聞く側から聞かせる側へ、見る側から見せる側へ、無料体験レッスンもやってます。ウィンズ音楽教室で検索。高崎みのるのファイントーク終了の時間がやってきました。この後ウィンズエンターテインメント YouTube チャンネルでは今回の放送のアーカイブを公開しますので、聞き逃したもう一度聞きたいよって方はウィンズエンターテインメント YouTube チャンネルで聞けますので、そちらを確認していただければなと思います。また高崎みのる個人で活動している YouTube チャンネルもありますので、そちらも確認していただければなと思います。2つあるのですが、前に使っていたチャンネルと現在活動しているチャンネルがあります。現在は高崎みのると漢字で表記して、その後にローマ字で高崎みのると書いてありますので、そちらのチャンネルの応援をお願いします。現在登録者が1900人とありがたいことに伸びています。個人的な話にはなるんですけども、僕自身カードショップのイベントとかに定期的に参加していますので、もしかしたら皆さんと会う機会なんかもあるかもしれません。その時はラジオの感想とか聞けると嬉しいです。高崎みのるのファイントーク公式 X では、ファイントークの放送日や収録中の写真など、ファイントークに関する情報を発信しています。こんな話題で話してほしいな、高崎さん、京都さんにこんなことしてほしいなといったご意見お待ちしております。MC は私、高崎みのると、京都かなたでした。次回の放送をお楽しみに。バイバイ。この番組は、聞く側から聞かせる側へ、見る側から見せる側へ、ウィンズ音楽教室の提供でお送りしました。